Hi guys, welcome to my channel. 今回はですね、魔法のような商品、こちらのドロップトップを購入しましたので、そのレビューをしていきたいと思います。こちらは滴るカラーの蓋を外し、代わりに装着するアイテムです。コントラストカラーやシェード、他にはベース、レイヤー、すべて対応しております。ドライカラーだけは使う意味がありませんので、ご注意ください。特に、まあ一度使ってるんですけども、私が使ってみて思うのは、コントラスト、シェードですね。こちらのカラーには使ってみて特に価値があると思いました。実際に装着シーンから使ってる風景まで撮ってみましたので、よければ最後までご視聴ください。では、早速商品を開けていきましょう。はい、中にはですね、こちらの帯と裏面に利用法ですね、入っております。そしてこちらの商品は3つで約1000円となっております。1、2、3、そして攪拌ボールも3つ付属しておりますので、3本分のボトルに対応しております。では早速コントラストカラーに装着してみたいと思います。では実際に装着するのはこちらのコントラストカラー、ブラックテンプラーにつけてみましょう。蓋を開け、この部分から外します。ちょっとね、塗料がシャバシャバなので、外す際は気をつけて外してください。飛び散らないようにね。この外す瞬間がちょっと緊張、少しね塗料が余ってしまうので、それはちょっと削ぎ落とせる部分は削ぎ落としましょう。もったいないんでね、せっかく倒さないように気をつけてくださいね。これは一旦置いておきます。そしてまずはこちらの攪拌ボールを入れましょう。はい、入れました。そしたら蓋をつけます。結構硬いので潰しすぎないように気をつけてつけてください。はい、これでもう完成です。これで滴るカラーのボトルがドロップトップ仕様ですね、こうプシュプシュ出せるようになります。攪拌する時もこれで攪拌できちゃいますし、中に攪拌ボールが入っていることによって容易に攪拌ができます。いい音しますね。では実際に出してみましょうか。ではこちらのウォーターパレットに出してみたいと思います。実際コントラストカラーを毎回開け閉めしながら塗料を使うのはあまりいい使い方ではありませんね。なるべくパレットに出して使った方がいいです。同じくシェードも開けっぱなしは良くないですし、何度も開け閉めするのも妖怪シェード倒しがね現れる原因になりますので、やはりそれもパレットに出した方が使いやすいです。上を開けて、でこの上の部分を握るというかつまむように出すみたいですね。では出してみましょうか。でここを押す感じですね。キュッと、すごくいい、めちゃくちゃこれいいですね。これ考えた人天才ですね。まあ後で使うんでもうちょっと出しちゃいますけど、天才だこれ、すごくいい、いや本当にいいですね。ちょっと使う、まあ一回は使ってるんですけど、使う前はねドバって出るイメージだったんですけど、自分のつまみ方によってその出る量がねコントロールできるので、これはねかなりいい商品ですね。やはり筆で取ってしまうとね、筆の中に入り込んでしまう可能性がありますし、コントラストカラー、シェードカラーともに乾燥が少し遅いとはいえ、やはり水性塗料でね乾燥が早いので根元に流行ってしまうとちょっと困りますよね。そういったのを防げるっていうのはブラシの面でもカラーの面でもすごく経済的ですね。いやー、これは革命的な商品だと個人的には思います。はい、ということで今回はかなり短い動画にはなりますが、滴るのボトルをドロップトップに変更する商品をご紹介させていただきました。 URL を貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。